どうも、超ワールドサッカー TV のうっちです。裏話ニュースの時間がやってまいりました。今週もとっておきの裏ニュースを仕入れてまいりましたので、ぜひ最後までお付き合いください。ではまずこちらのトピックです。 CL4 強が出揃う。現地時間の4月16日と17日にチャンピオンズリーグの準々決勝の4試合が行われ、準決勝に進出する4チームの顔ぶれが決まりました。ヨーロッパのトップクラブ同士の熱い戦いもいよいよ佳境に入ってまいりましたが、ますます目の離せない展開になっております。皆さんは今年のチャンピオンズリーグはどこが優勝すると思われますでしょうか。僕は個人的にリバプールが大好きなので、ぜひ去年の決勝での屈辱を晴らして優勝してもらいたいと思っております。チャンピオンズリーグといえば、水曜日の早朝に行われたバルサ対ユナイテッドの試合の、裏実況生配信で、僕もついにこのチャンネルで生配信デビューいたしました。ありがとうございます。いつも応援ありがとうございます。はい、平日の朝4時からの配信だったということで、ライブの配信を見れる方も限られてたと思いますので、アーカイブの方が多分上がっていると思いますので、興味がありましたらぜひチェックしてください。概要欄にリンクがあります。続いてはこちらです。ポグバの移籍金は最低でも1億5000万ユーロか。かねてよりレアルマドリーへの移籍が噂されているポグバですが、所属しているマンチェスターユナイテッドから最低でも1億5000万ユーロのオファーがない限り移籍が実現しないとクラブ側がポグバの代理人に伝えていたとスペインのマルカが伝えています。この金額は2016年の夏にユナイテッドがポグバ獲得のためにユベントスに払った1億1400万ユーロを大きく超えており、ユナイテッドがポグバを放出する気が薄いことを示しております。ポグバといえば、最近ユナイテッドのスールシャール監督と関係悪化説が出てまいりましたが、それもポグバの移籍疑惑を後押ししている状態になっております。ですが、スペインの情報通ジャーナリストギジェム・バラゲさんによると、このポグバとスールシャールの不仲説は結論から言うと完全なるデマだそうです。むしろ2人の関係は常に良好だったらしく、ユナイテッドの選手たちはスールシャール氏が暫定監督に決まった時から正式な監督にみんななって欲しがっていたそうなんですが、特にポグバはスールシャール推しのリーダーだったそうで、正式な監督にスールシャール氏がなってからも大きなリスペクトを持っているそうで、今もそれは変わらないようです。ということで、不仲説が出た時はモーリーニョとあれだけ揉めてスールシャール監督になったのに、またそこで不仲説が出るのかということで、ポグバ最低だなと思ったんですけど、どうやらデマが有力ということで、さすがにそこまで最低じゃなかったんだなと、なんか謎にホッとしておりますね。でもなんでそんなデマが出回ってしまったんだろうという疑問が出てくるかと思われますが、個人的な予想としてはポグバの代理人のエミーノ・ライオラ氏の仕業なんじゃないかなと思っております。この代理人のミーノ・ライオラは、アレックス・ファーガソンともかなり関係が悪かったようで、なんかユナイテッドのクラブとそんなに関係が良くないんじゃないかなというところで、一連の騒ぎで、代理人がどの程度選手の意思決定に影響を及ぼしているのかちょっと不明なところはありますけれども、ちょっとライオンらしいどうなのかなと個人的には思っております。皆様の意見ぜひコメント欄にお願いします。続いてはこちら。U20日本代表候補が意気込みを語りました。来月に迫った U20 ワールドカップですが、その日本代表候補が呼ばれている千葉県稲毛で行われた代表合宿の取材に先日行ってまいりました。そこでトレーニング後に名古屋グランパスに所属するディフェンダーの菅原幸成選手がインタビューに答えてくれたので、その際の映像をご覧ください。本当に終わってみたらものすごいハードでしたし、でも僕だけじゃなくてみんなですごい声かけ合ってハードになりましたし、やっぱり本番を想定した中ですごい強度の高い試合が続くと思うので、そういった点を考えればいい練習ができたと思います。
やっぱりアンダー20の代表で各地域の遠征行ってますけど、行くたびにすごい課題が出てるんで、そのチームとして出てる課題をしっかり克服するのと、やっぱり個人的にもやっぱりチームでなかなか試合に出れてない状況があるので、そこに向けてのアピールにもつながると思うので、この3日間は非常に短いですしコンパクトですけど、その分より集中して活動できると思うので、本当に隙のない遠征にしたいなと思います。はい、ということで、菅原選手はまだ18歳ということなんですが、受け答えがめちゃめちゃしっかりしていて度肝を抜かれました。最近の若手選手でいうと FC 東京の久保建英選手もインタビューでの受け答えなどもとてもしっかりされていて、今こういう選手が大物になっていくのかなとなんとなく感じました。今この他にも同じく名古屋グランパスのミッドフィルダー伊藤洋輝選手や川崎フロンターレの宮代大成選手のインタビューの映像もございますので、概要欄からご覧ください。以上、超ワールドサッカー裏話でした。皆さんご視聴ありがとうございました。少しでも面白いと思ったらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。他にもやってほしい企画、質問などございましたらコメント欄の方まで待ってます。他にもいろんな動画ありますので見てみてください。Have a nice